そして8月には大スターパスの登場や、衣装パックの販売など 3D 衣装の追加が初めて実施されましたね。こちらご覧ください。どうぞどうぞ、うん、わあ、可愛いな、こんな感じでね、目が詰まってる、本当に衣装増えちゃって、わあ、みんなはそんなところがそこ、あー、これじゃいい、太もも挟まれたい。さて、9月には衣装をさらに楽しめるアップデートとしてアルバム詳細変更機能が追加されました。こちらはですね、過去の夢スタアルバムコンテストの受賞作品の一部あるみたいですね。じゃーん、かわいい、スタンプもついたりね、かわいすぎる。いや、こちら、はい、自由度の高いアルバムが作れるようになったことで、ゲームの中でも自分らしさをより表現できるようになりましたね。すげーって、あ、右下最高なんてコメントがあったりしますね。かわいい、こと詰め合わせ懐かしいな、なんてコメント。こちらのように画面編成の大幅改修がございました。こちらね、編成画面にてセンスの発動状況を確認しながらアクターの配置を変更できるようになり、さらに編成画面からアクターレベルの一括強化ができるようになるなど、利便性が向上したアップデートとなっております。すごい、こんな感じでね、ぴょこぴょこ、気持ちいいよね、このぴょこぴょこがね、こんな感じで、皆さんアップデートされましたけれども、だいぶやりやすくなった、めっちゃ助かったって、コメントで、ありがたいですよね。ありがたい、やりますに結果。ね、これ助かったなんてコメントもあるけど、あ、これもアップデート多くあって、年表に記載されているホーム画面に自分が持っているアクターカードを設定できるようになりましたね。こんな感じ、じゃん。こうやって、そう、編成の配置変更画面において、とっても便利。そう、アクターとかポスターとか、こんな風にアクセサリーを個別でドラッグで動かせるようになって、すごく快適に。ではこちらをご覧ください。ててーん、こちらアップデートにはアクターごとにポスターや衣装の所持数が一目でわかるアクターポータルの実装だったり、演目連続再生機能など、より快適にゲームをプレイできるアップデートなども実装されています。あ、この相関図好き。あの4月には総楽曲が100曲に到達しました。そして4月のアップデートには新たな協力公演の銀河シアターなどの追加などもございましたね。電気空間 RE の開催ですが、こちらをご覧ください。じゃじゃん、ぴょー、はい、こちらの動画のようにインゲーム中の達成率表示などが追加されましたよ。